二度目の日銀総裁を務めていた頃荒木英吉は、大正から戦後昭和に活躍した日本の銀行家。日本銀行総裁を二度にわたって務めたほか、戦後初の中米大使も務めた。石川県小松町出身。石川四中から第四高等学校主席を経て、1916年東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年日本銀行に入校。 日本銀行では国庫局、大阪支店、ニューヨーク駐在などを経た後、外国為替局長、営業局長、理事、副総裁を歴任。1945年10月に渋沢慶三総裁が、市出原内閣の大倉大臣を拝命して入閣すると、その後任の日銀総裁に就任した。日銀生え抜きで民間への転出を一度も経験することなく、 総裁となったのはこの荒木が初めてだったが、翌年6月に公職追放となり、在任8ヶ月で不慮の辞任を余儀なくされた。追放解除後の1951年には、設立されたばかりの東京電力会長に迎えられ、翌年6月には戦後初の中米大使としてワシントン DC に着任したが、荒木通告事件などにより1年後の1953年12月に、 解任された。1954年にかつて自身の公認として日銀総裁になった一万田直人が第一次、鳩山一郎内閣の大倉大臣を拝命して入閣すると、荒木はその公認として8年ぶりに2度目の日銀総裁に就任した。しかし2年後に今度は病気で総裁を辞任することになった。ありがとうございます。